食べてみましょう。せーの、いただきまーす。ビスミラハマリラヒーム。これは酢醤油です。酢醤油？はい。セリンパカイニー。酢と醤油。チャンバル。さっきいいですか？うん。どうぞ。醤油につけまーす。酢醤油です。酢醤油。おいしい？いただきます。ビスミラ。マンジョガーシ。こんにちは、アサムレイクン、ムララハバリー、ピョピョフー、アリちゃんでーす。今日は餃子を作りまーす。餃子、皆さん餃子知ってますか？餃子はマカナンチナですね。中国の料理でーす。餃子は日本でよく食べまーす。日本のお店に行ったら、ラーメン屋さんの、中のメニューに餃子がありますね。はい、日本も多いです。今日は餃子を作るんですけど、まだレザは今仕事中だから、私が、少し準備をして、その後一緒に、料理して食べたいと思います。まず、餃子の皮を作って、その後中に入れる具を作ります。用意するものは、瓶と、はい、瓶。これ、小麦粉と、あと、熱いお湯ですね。はい、この二つだけです。これは母からの贈り物です。ありがとうございます、お母さん。はい、切ります。はい。何この切り方？OK。200g。これは 100cc です。これをこの中に入れます。はい。ウィーン。前みたいにね、塊になるまでこねこねします。餃子の皮を買った方が便利で早いんだけど、みんなのために、そして手作りの皮の方が美味しいと思う。はい、でこれをここまで丸まりましたね。柔らかくなったら3対3対します。もういいんじゃない？ね。これをジップロックに入れて3対3対します。はい、できたんで空気を抜いて3対3対します。サブスクライブや。何分寝かせたかな？多分1時間ぐらい3対3対しました。今から皮を作っていきまーす。20枚ぐらいになるはず。前回うどん作った時に棒がありませんでしたね。前こういう太い瓶のをこうコロコロしてやりましたけど、今回は買いました。20個作ります。20個なんだけど、23個になっちゃいました。まず一つだけ作ってみようか。こんなでかいっけ？ちょっとイメージしてたのと違うんだけど。どんどん作ってきまーす。
はい。終わりました。23枚あるかなと思います。はい。入れといて、蓋して。で、具を作ろうと思います。はい。これ全部、細かく切ります。それだけです。簡単。あとは、混ぜるだけ。これは鶏ひき肉です。鶏ひき肉を 100g。100、こんぐらい?ボーン。生姜。キャベツ。キャベツは2枚ぐらいですかね。ニラ。ニラの代わりにネギ入れてもいいです。はい、ボーン。しいたけ。ボーン。醤油。はぁ?これは、オイスターソース。次、鶏ガラ。わーわーん。このぐらい?で、あと、ちょっと塩。ちょっと塩。はい。混ぜるだけ。これを包んで焼く。おしまいです。OK。Subscribe や。はい、準備しました。パパも帰ってきました。もうシャワー浴びたね。どうぞ。ただいま。お疲れ様。お帰りなさーい。よろしくお願いします。はーい。はい。今日は、ダリーに、キタブは餃子です。ダリー、クリ。これ、udah buat sendiri。はい。自分で作ったね。作りました。お疲れ様です。はい。帰ってきて早々すいません。いや、頑張ります。お腹すいた?うん。うん。じゃあ作っていくよ。先に私から行きますね。うん。はい。でもちょっと怖いんですけど、今。え、もう。靴。ついてるじゃん。ちょっと取って。こうやってペリペリしますけど、できます？あれが足りなかったんじゃない？小麦粉？うん。周りのやつですよ。間に。裏からお願いします。ダメかも。作ったのに。え、この間に小麦粉。下下下下よ。下？下。これは無理じゃん。これは無理ですね。結構くっついてるよ。ダメじゃん。でもあれあるよ、本当の皮。こうなったらもうダメ。これ使えない？使えない。せっかく作ったの。まあでも時間はかかんないけどね、薄くするのに。そう？うん、すぐできるよ。じゃあもう一回。これ23個私一生懸命書いてやった。ありがして、僕が包む。いいよ。失敗はよくあります。でも諦めずに挑戦したらいいことがありますよね。はい。すいません。ボールを作ればいいってこと。ボール作ればいい。どんぐらいボール、大きさ。こう。そうそうそう。はい。ちなみにさっき23個作ったよ。23個も国語してんの？そうだよ。バカみたい。に。まあ運動だと思って。そうだよ。うん。こんぐらい、うん、うん、そうそうそう。重ねない方がいいね。そう。はい、できた。お、早いじゃん。はい。はい。はい、ボロボロの皮を手に取って。ボロボロからでいく？入れますよ。うん。このくらい。こう。うん。はい。これ何入ってる？この中に。みんなに説明した？した。いや、いい。
好きなだけでいいっすよ。はい。はい。たら、お水でーす。お水を。水を周りに濡らしていく。はい。濡らしていく。包んでいく。ここは大事ですね。こんな感じなんですけど、こう一回折ります。こういう感じ。見せてこうやって。できたー、はい、何を表してんのこれ。これは餃子だね。そうですか、うん、はい、見て穴開いちゃった。あら薄かったか。薄かったですね、はい、勉強になりました。隣に置いてください。僕はこっち。あ、そうですか。はい、次どうぞ。というか丸いやつ。これやばくね。6個だけは寂しいね。じゃあもっとやろうね。一旦カットするけど、いっぱい作りますか。そうね。はい。こうして。うんうん。で？あれ同じじゃないですか。同じじゃないですかね。むずいね。こうですね。こうです。はい。じゃあ、やっていきます。はい。はーい。うらすらさーい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。何これ？これはもうザリをいっぱい余ったからもう。ゴーンした。でも、うん、最後の方、うまくなってきたよ。そう。これから、このなんかぐちょぐちょした波みたいなのから、これかな。一番前のどれ？これだと思う。はい。これに変わりました。はい。はい、餃子作るの大変？大変ね。うん。これからのこうこうこう。そう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 。うん。あとは焼くだけでね。そう。あとは焼くだけです。うん。はい。じゃあ今からすぐ焼いてきまーす。はい。ゴン。マンジョガーシ。できましたー。できましたー。餃子でーす。見たことある？インドネシアでこれ見たことある？うん、あるよ。食べる？でもレストランで食べるね。そうそうそう。そう。日本料理っていうみんなのイメージあるけど。あ、そうなの？中国ね。そう、うん。初めて知った。いや、僕だけかもしれない。そう、うん、そう。初めて知った。中国の料理って。で、日本の夜ご飯でよく食べるからね。日本はね。そう。食べてみましょう。せーの。いただきまーす。ビスミラハマリラヒーン。これは酢醤油です。酢醤油？はい。セリンパカイニー。酢と醤油。チャンバ。さっきいいですか？うん。どうぞ。醤油につけまーす。酢醤油です。酢醤油。おいしい？いただきます。ビスミラ。ひとた。おいしい？よかったね。うん。前のやつと違う？うん。違う。皮はちょっと、ちょっと熱いかも。ちょっとね。熱い？さっきは薄いって言ったよ。ここ、ここ。あー、作りが、巻き方下手くそか。自分の餃子食ったんでしょ、ほら。こっち側の、あれが、うん、分厚いから、分厚いから、なんかちょっと。うん。うん、だからこのやり方がいいんじゃない？うん、こういう折る。あ、折り方によって味のあれが違うんですね。美味しい。いただきまーす。ビスミラハマリラヒーン。うん。うまい。うん、いいね。え、自分で皮作った方が美味しいやん。美味しいね。うん。サンバルつけてもいいよ。そうね。うん。一緒にあるよ、サンバル。サンバル食べて。うん。まあまあ。うん。これにつけて食べます。うん。
日本だったらこれトマトソースみたいなあれね。え？これ何？ケチャップか。うん。色が。うん。でもこれからいいよ。でもね、さっきお腹空いてちょっと食べたんだよね。食べた。待ちきれなくて。そう。だけど食べれるね。食べれる。美味しいから。頑張るつけたらどうでしょう。どっちもいい、ね。ちょちょ。うん、合う。へえ。これもこれも。うん。いいじゃん。できた。できたね。うん。すごい。初めて餃子の皮作ったよ。あるいはこっちの方が好きだな、もちもちしてて。どっち？これ。あと自分の。あ、あれ自分で作った。うん。皮？スーパーで売ってんのね、小さいの。でもこれ自分で作るから大きくできるじゃん。うん。いっぱい中に入れられるの。そうね。うん。これ作ってみて。うん。みんなも作ってみて。うん。はい。うん。全部食えるよ、あり。うん。今だったら。うん。僕も。うん。はい。うん。ってことで。美味しかったです。星何、5つですか？ 4 です。ああ、4です。あれは？ 4.5 です。うん。だって中身美味しいもん。そうそうそう、中身美味しい。じゃあ1個足りないのは何？ちょっと巻き方。それ自分じゃん。それ自分。やっぱりこう、分厚いのは、わかるわかる。わかんない。食べてないまだ。あれ、上の方がボンボンボン。どんな感じなの？なんか粉食ってるみたいな感じ？なんていうかな、小麦粉揚げた。うん。だけっていう。味しないって、ね。うん、そうそうそう、上の方。うん、なんか味が、バランス悪い。うん。こっちがこう、中身は美味しいのに。後ろに上のところはなんか、美味しくないって。美味しくないっていうか、味ない。うん。はい、どうでしたか？今日も、見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ジャンガルパフォロー、ジャンガルパコメント、ジャンガルパサブスクライブやー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。またねー。